ランツベルク刑務所の門ランツベルク刑務所は、ドイツバイエルン州の南西にある、小都市ランツベルクアムレヒにある刑務所。ミュンヘンの 65km にし、アウクスブルクの南 35km に位置する。現在は、バイエルン州司法省により運営されている、聖人眼使用刑務所である。1908年から1910年にかけて、エイブラハ刑務所を保管する目的で、 バイエルン王国政府により、スタートリッシュ・ゲファン・ジェニナン・スタウルとランツベルクエーレッジとして、ランツベルクの成功に設置された。6ヘクタールの敷地に4つのレンガ作りの車房が、X 字型に配置され、中央から4つの車房のすべての国防が、監視できるようになっていた。懲役刑を執行されている受刑者や裁判を待つ、未決集を収監するほか、第一次世界大戦後は、 城西金庫刑に処せられた受刑者の高知施設としても機能した。城西金庫刑は1945年まで存在した金庫刑の一種で有罪とされた政治家や決闘により有罪になった者に対し、その名誉を重んじて課せられる刑で刑務作業などは免除され比較的快適な独房に軟禁され来訪者と面会することも認められていた。 1924年には、前年のミュンヘン一期により、有罪となったアドルフ・ヒトラーが5年の常塞金庫の刑を言い渡され、ランツベルク刑務所に収監された。後に減刑され仮出所したため、ヒトラーがランツベルク刑務所にいたのは8ヶ月間であったが、読書や面会も自由な、快適な金庫生活であり、ルドルフ・ヘスの助力で、我が闘争を、口述引きするなどしている。 第二次世界大戦でナチスドイツが崩壊した後の連合軍軍世紀、アメリカ軍はランツベルク刑務所を第一先般刑務所とし、ナチス関連の戦争犯罪者らを収監した。戦争中にアメリカ軍人らに対し戦争犯罪を行った兵士や強制収容所関係者などを裁く軍事裁判、ダッハウ裁判が1945年11月より数年をかけて、 ダッハウ強制収容所後で行われ、1945年12月には、死刑を宣告された第一人の受刑者が到着した。さらに、ニュルンベルク国際軍事裁判で被告とされた、ナチス最高指導者らも相次いで到着した。ランツベルクには、ニュルンベルク裁判やニュルンベルク継続裁判で、有罪になった受刑者110人。 ダッハウ裁判で有罪となった受刑者1416人、上海裁判で有罪となった受刑者のうちドイツ人の18人が収監され、5年半で275人の死刑が執行された。最後の公死刑は1951年6月8日に執行された。これはドイツ連邦共和国国内で執行された最後の死刑でもある。死刑執行された先般のうち、 引き取り手のなかった者の遺体は、スペッティンゲン教会横の墓地に埋葬された。第一戦犯刑務所は1958年5月、最後の4人が釈放されたことにより閉鎖され、刑務所の管理権は、西ドイツ政府に引き渡された。ありがとうございます。